天町、天町は、島根県沖郡の町、日本海に浮かぶ沖諸島の島前にあり、中の島を首都とする一等一町の自治体である。かつて、沖諸島は、温度の地であり、中の島には、小野高村や五代五天皇などが流された。1904年、明治37年に、天郡山村が発足し、1969年、 昭和44年1月1日に調整を施行して、天郡天町となり、同年4月1日に、沖郡天町となった。少子高齢化による人口減少が進んでいたが、2010年以降はほぼ横ばいとなっている。島根半島の北約60キロメートル、日本海に浮かぶ沖諸島の島前にあり、首島は島前三島の一つである中の島である。 面積は 33.46km、周囲長は 89.1km。2015年の国勢調査によると、世帯数は1057世帯、人口は2353人。中の島は、北東から南西に走る山地で2分されており、南東部を上型、北西部を開始型と呼ぶ。中の島中央部の山地には、豊田の南側に、 標高168メートルの根高寺山、中里の南東側に227メートルの只山、尾波の北西側に213メートルの無名峰、大井の北西側に204メートルの高峰などがある。上方には、七井の東側に147メートルの熊野山などがあり、天方には、岸浦の南側に、標高239メートルの加徳山、天町最高本。 北分の北側に126メートルの角山などがある。外海に面する上方は地形が急峻で平地が少なく海岸線が入り組んでおり良好に恵まれている。内海に面する返し方は平地が多く海町の国葬地帯となっている。中の島は地下水が豊富でありダムに頼らずとも飲料水を得られる。約400トン、日の湧水量がある。 天川の水は環境省による名水百選に選ばれている。本港寺山から諏訪湾に向かって諏訪川が流れており、諏訪川の流域には東や中里など天城の主要施設が集まる集落がある。西の島や千武島に水田はないが、中の島には100ヘクタールほどの水田があり、島全3島の需要を賄えるほど米の生産量が多い。 1963年、昭和38年には、沖諸島が、大仙沖国立公園に指定されている。2009年、平成21年には、沖諸島が日本ジオパークに認定され、2013年、平成25年9月には、世界ジオパーク、沖与ジオパークに認定され、2015年、平成27年11月には、ユネスコ世界ジオパーク、 大きいユネスコ世界ジオパークに認定された。中の島の東岸には、スコリアと呼ばれる火山噴出物が露出した、アキラや海岸がある。中の島の北岸の沖合には、三つの岩が海上に喫立するサブロー岩があり、岸浦港から出港する海中展望船アマンボウの目的の一つとなっている。アマチョウの主島である中の島の周囲には、北西側に日本アワサンゴや、 アミメ山んなどの日本の生息域北限である、松島、東大がある、二俣島、東大がある小森島などがあり、南東側にヒーゴ島などがあり、諏訪湾沖に自然産骨所がある、カズラ島、東大があるか島、サブロー岩などがあり、名夜海岸沖に大石島などがある。日本海に浮かぶ沖諸島は、暖かい津島海流の影響を強く受け、夏涼冬団の温和な気候である、 年間降水日数は193日である。冬季の月平均気温が摂氏3度を下回ることはなく、夏季の月平均気温が摂氏26度を上回ることはない。欠片の気候区分では温暖湿潤気候に分類される。春季から夏季にはハエが吹き、夏季には扁桃風が多くなる。夏季に強風は少なく、海洋性気候が涼しい風をもたらす。 冬季には北西風が強く吹き、海上が荒れることが多い。晴天日は年平均142日であり、改正日は年平均37日に過ぎない。年間平均気温は摂氏14.4度、年間降水量は 1662mm である。国勢調査では1950年、昭和25年の6986人を、 ピークとして人口が減少し続け、2010年、平成10年調査では2374人となった。しかし、U ターンアイターン社を獲得するための施策を行った、結果、2010年以降はほぼ横ばいとなっている。現在では人口の約20%がアイターン社であるとされる。移住者は20代から40代の若い世代が多く、定着率も高かった。 2009年時点の年少人口15歳未満率は9%、老年人口65歳以上率は39%である。高校卒業者の多くが沖諸島外に出るため20代から30代の人口比率が極端に少ない。中の島は北東から南西に走る山地によって北西部の開し方と南東部の上型に分かれている。は 以下の七の大技に分かれている。諏訪湾沿岸にある、郡山遺跡からは、沖諸島最古の縄文土器が発掘されている。郡山遺跡の他には、国曜石による石器が出土した未体石、佐々木遺跡、北文遺跡などの縄文遺跡がある。弥生時代の遺跡である、竹体石からは、弥生土器や銅剣が出土している。古墳としては、軍三世古墳、軍三島古墳、 河原の古墳、東神崎古墳があり、山尻段階には横穴式古墳群がある。藤原家からは、海氷帰り、天の氷山の里と書かれた出土した木管が出土している。奈良時代には、沖国海府群、沖の国山の氷と記録されており、和名城によると伏せ里、助作橋、海府号の三橋があった。地名辞書によると、伏せは、伏せ、父、 太い、先の四家村、助作京は豊田、宇塚の二家村、海府王は海市、福井の二家村である。聖武天皇の仁紀元年、七百二十四年には、沖が御出の地と定められている。小野高村は二年は余りを沖で過ごしているが、前半は天軍と与田村で、後半は島後の妻村で過ごした。延長五年。 927年にまとめられた縁起式神明帳には、開始のうずいの地神社となきりょう神社が掲載、式内社されている。鎌倉時代に編纂された、あずま鏡には、天軍神田豪という地名が登場する。上級三年、1221年には、後葉上皇が、海部軍に入るとなり、玄福寺を廃所として放御するまで19年間、暮らした。 言葉上皇は、当地で、沖盆新古今和歌集を編纂したり、お歌合わせを催すなどしている。現行2年、1332年には、五代醐天皇も沖に入るされたが、翌年に沖を脱出している。室町時代の明王5年、1496年には、天軍群が、天村、宇津賀村、宇塚村、豊田村、七井村、太井村、伏せ村、 先村、先村、福井村の八花村に分かれ、この八花村の体制が1904年、明治37年まで続いた。戦国時代末期には、三正各国から豪族の渡辺氏が先に定着し、大事主として、天軍のみならず島全全体に勢力を拡大した。慶長5年、1600年の関ヶ原の戦い後には、 堀尾忠氏が、出雲国、沖国の領主として違法された。寛永十四年、六百三十七年に、松江藩主の京国忠隆が死去して、京国家が廃絶すると、沖国は没収されて、天領、幕府直轄地となった。その後は、幕府から、松江藩に預けられる形となったが、名目上は幕末まで、天領のままだった。中の島も松江藩による支配を受けており、 島前では、西の島の別府に、大干所が置かれている。1868年、明治元年に起こった沖騒動の際、島前の各党は、島ごとは異なり、中立の立場を取り続けたが、1869年、明治2年以後の廃物希釈は、同後同様に徹底して行われた。この騒動の過程で一旦は、鳥取県の支配下に入り、 1869年、明治2年には新たに設置された沖県の一部となったが、1876年、明治9年に島根県の管轄下で落ち着いた。このその中の1873年、明治6年には、佐き、父、海士、福井、伏せの合地区に学校ができ、1874年、明治7年には、岸浦にも学校ができた。1879年、 明治十二年には、豊田村と、う塚村の二家村が連合して、豊田村に、古町役場を置き、また伏村と、太井村の二家村も連合して、伏村に、古町役場を置いた。1884年、明治十七年には、天村、う塚村、豊田村、福井村の四家村が連合して、天村に、古町役場を置き、伏村、太井村、崎村、 父村の四家村も連合して、伏せ村に、古町役場を置いた。1904年、明治37年4月には、中の島の八家村が合併して一軍一村、一等一村の開始軍天村に解消。同年5月1日には、他地域の町村制に相当する、島根県沖国に、おける町村の制度に、関する県が施行されたことで、甘村は、大和開市に、 村役場を置いた。1913年、大正2年には初めて、天村議会議員選挙が行われた。1920年、大正9年の天村は、個数が1351個、人口が6001人だった。この後、昭和戦前期には、出稼ぎや移住などで人口が減少し、1940年には1110個4620人となっている。 紀元2600年記念行事の一つとして、1939年、昭和14年には、島根県によって、沖神社が創建された。天村の人口は1950年、昭和25年に6986人と、ピークを記録したが、その後は一貫して減少している。1959年、昭和34年には、 市場タバスが菱浦から豊田までの路線バスの運行を開始した。1963年昭和38年には沖諸島が大仙沖国立公園に指定され観光ブームが起こったことで1965年昭和40年には島後に沖空港が開港している。1969年昭和44年1月1日には 天村が調整を施行して、天軍山町となった。同年4月には、旧沖国四軍が一軍となり、沖軍山町となった。1970年、昭和45年には、沖と本土との間で初めてフェリーの運行が開始された。1995年、平成7年には、沖汽船の高速船レインボーが、岸浦港に寄港するようになった。2002年、 平成14年には上級街道金屋モニャセンターがオープンした。1953年昭和28年に離島振興法が制定されると港湾や防波堤の整備など数多くの公共事業が行われてきたが2000年代には財政再建団体への転落も危ぶまれるほどの財政危機に陥った。2002年平成14年には 民間企業の経営感覚を持つ山内道夫が甘町長に就任した。平成の大合併時には島前の二町一村も合併に向けた協議会を立ち上げたが、地政学的条件などが理由で合意には至らず、2003年、平成15年12月14日には協議会が解散している。山内は大胆な行政改革と産業創出策を行い、甘町は 地方創生のトップランナーとオーレルほどの町となった。2009年、平成21年には日本で最も美しい村連合に加盟した。1953年、昭和28年の離島振興法制定以後、漁港や道路の整備などの公共事業が多く行われてきたが、国、地方自治体の財政難から公共事業が減少し、2000年代初頭には、 財政再建団体への転落も現実味を帯びるほどの危機的状況に陥っていた。2000年、平成12年3月には観光土産としてサザエカレーを売り出したところ、沖や島根県を訪れた観光客に人気のヒット商品となった。同年11月には自治省、現、総務省による潤いと活力のある町づくり自治大臣表彰を受け、この成功によって、 天町は産業振興に一層力を入れることとなった。2000年代以降には、沖牛、牛肉や沖の岩柿、蠣や海士の塩、塩などの地域食材を用いた、小開発、CAS 凍結センターの建設による海産物の鮮度向上など、様々な産業振興の取り組みを行っており、雇用創出や定住者の増加などの効果を上げている。2005年、 平成17年の国勢調査によると、天町の産業就業人口は1199人で、ある。産業別人口では、第一次産業が211人、17.6%、第二次産業が241人、20.1%、第三次産業が747人、62.3%である。主な企業には、おっきい牛の肥育を行っている。 有限会社沖潮風ファーム、沖の岩垣の養殖を行っている会社、岩垣生産株式会社、第三セクターでマリンポートホテル会社の経営を行っている、株式会社アマ、第三セクターで上級街道金ニャモニャセンターの運営を行っている、株式会社ふるさと会社などがある。農林水産業ともに建設業が大きな産業となっており、2005年時点で、 建設業の従事者数百九十一人は全産業従事者数の十五点九パーセントを占めていた。江戸時代には、正木藩と大阪を結ぶ北前船が沖で一ヶ月ほど停泊して、順風を待つようになり、西の島では菱浦、日野津、塚などに停泊した。沖諸島と松江を結ぶ民間の定期航路はなかったが、松江藩による御用船が運航されていた。 明治時代になると昇華新社の宮司である松浦武司や郡長である高島市春によって蒸気船、汽船による気候炉の開拓が計画され、1884年、明治17年には初めて蒸気船の運航が開始された。菱浦港は沖諸島と本土とを結ぶ沖航路の発祥の地とされる。1895年、明治28年には菱浦港に 沖基線株式会社が設立され、航路の拡張や船舶の増強などを行っている。現在の天町の玄関口は、岸浦港である。沖基線が、フェリー、高速船を、沖き観光が島前内港線を運航している。フェリーでは本土まで2時間30分から3時間、高速船では本土まで約1時間40分である。北西からの季節風の影響により、冬季には、 船便が欠航することも多い。フェリー、高速船は、沖諸島内の別府港、西の島町、大挙港、千武村、西港、沖の島町との間で、また、島根県本土の七類港、松江市、境港、境港市との間で運航されている。島前内港線は、島前内の別府港、中の島町、大挙港、千武村との間で運航されている。 明治以前の天村の陸上運搬手段は人や牛による運搬が主だった。1889年、明治24年には、岸浦から海市を通って、豊田に至る2県幅の車道が開通し、その後も明治後期から大正初期にかけて各集落を結ぶ道路の改修が行われた。1927年、昭和2年の天村には、荷車46台、 自転車18台が見られた。1959年、昭和34年以後にも主要道路の改修が行われている。同年には、市場タバスが菱浦と豊田を結ぶバス路線の運行を開始したが、1970年、昭和45年には、経営難により撤退した。この路線は、石倉バス、後の機械市交通が引き継ぎ、また石倉バスは、先、父、 ほぼみなどの集落にも至る新路線の運行も開始した。現在の開始町内では置き返し交通が島内巡回バス、路線バスを運行している。豊田線は沖地線乗り場、岸浦港から甘町役場を通って、豊田の集落までほぼ東西のルートを取り、開始しませんは甘町役場から父井、おなみ、先の各集落までほぼ南北のルートを取っている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。